今回紹介するおもちゃはこちらです。はい、中国限定のウルトラマン X のアクションフィギュアです。こちらはですね、日本では2015年に放送されたウルトラシリーズのウルトラマン X の中国版限定のおもちゃなんですけれど、この動画を見てるこのチャンネルを見てる方はね、結構ほとんどウルトラマンファンの方が多いと思うんですけれど、ウルトラマン X って放送当時アクションフィギュアが出なかったんですよね。簡単な食玩ぐらいしか出なかったんですよ。で、中国の方では昨年ですね、このウルトラマン X のアクションフィギュアというものが発売されまして、日本ではこういったアクションフィギュアが出なかったんですよね。で、中国ではなんとこのウルトラマン X のアクションフィギュアがシリーズ化していて、今回紹介するものはそのウルトラマン X とゴムラアーマーのセットなんですが、裏面はこんな形で、価格は150元、大体日本円にすると2500円ぐらいで、仮面ライダーとかだとよくあるアーマーチェンジ系のおもちゃと大体同じぐらいの値段ですね。中身の方はウルトラマン X 本体と、サイバーゴムラアーマー、ゴムラアーマーのパーツと、サイバーカードが1枚入ってるんですが、こちらはね、中国語で書かれているもので、残念ながらね、日本の、X デバイザーにはちょっと対応してませんでした。ちなみにこの中国限定のウルトラマン X のアクションフィギュアシリーズは、大きさで言うとフィギュアーツよりも大きくて、ウルトラアクトよりもちょっと大きめですね。で、中国で以前展開していたウルトラドラゴンシリーズと大体同じぐらいの大きさとなります。これ買うまで知らなかったんですけど、実はこのウルトラマン X、着せ替え遊びができるだけじゃなくて、ボタンを押すとね、変身音とかが鳴るみたいで、ちょっとやってみましょう。で、この裏にボタンがあるんですけど、ここを押すとこのように変身音が流れます。さらにですね、これは攻撃音かな。それからカラータイマーの点滅音が鳴ります。フィギュア自体は結構大味で、裏面はね、こんな形で塗装はされてないですし、表面の塗装は、担保印刷になってますね。あとね、足の裏にもライブサインがついてるんですけれど、こちらもね、中国版の X デバイザーとかじゃないと対応していないみたいですね。可動の方はこんな形で開脚がするのと、あとは足首がこんな形で回りますね。腰は上下には動けないんですけど、横にはこんな形で回すことができます。それから腕はこんな形で動かすことができますね。意外とね、肘だけちょっと肘の関節だけちょっと固めでした。あと手首はこれね、手首はね、外すことができます。意外とあと肘の関節が固めで、あとは手首はこんな形で、回転させることができますね。ちょっと無理やりだけど、こうザナディウム光線っぽいポーズも取らせることが一応できるかな。それではね、今度は各アーマーを X に装着していきたいと思います。で、装着させる前に、まずこの手首のね、パーツをここだけちょっと取ります。そして、はめ込むような形で装着させていきます。はい、ということでアーマーを装着させるとこのような形になります。いや、もうめちゃくちゃかっこいいですね。いや、これ本当に多分この動画見てる人みんな同じこと思ってると思うんだけど、なんでこれ日本で出なかったんだろう。あとこのフィギュアかっこいいんだけど、やっぱり欠点もあって、ウルトラドラゴンシリーズも同じなんだけど、遊びづらいです。もうガシガシ遊ぶとこのアーマーが簡単にポロって取れちゃいます。もう本当にほら、これぐらいの勢いで簡単に取れちゃうんで、遊びやすいかっていうと結構遊びにくいアイテムですね。あとは細かいポイントになるんですけど、せっかくのこうボタンで音が鳴るギミックがついてるんだけど、アーマーかぶせちゃうと音が鳴らせにくいです。多分爪楊枝とかこう綿棒とかでこうポチッと押さないと、音が鳴らないようになっちゃうんで、その辺の細かい配慮っていうのはやっぱりこれウルトラドラゴンシリーズもそうだったんだけど、ちょっと大味かなっていう印象ですね。ということでですね、すごいざっくりとした感じなんですけど、中国限定のウルトラマン X のアクションフィギュアのレビューでした。本当に繰り返しの話になっちゃうんですけど、おもちゃとしては結構大味なんですが、やっぱりこれは日本でも本当にね、発売してほしかったおもちゃですね。特に X は大人向けのフィギュアもちょうどウルトラアクトからフィギュアーツへの転換期で、発売されなかったんでね、ちょっと日本で入手するのは少しハードルが高いんですけれど、でもねやっぱ X 好きな人にはおすすめしたいアイテムですね。ちなみにこの中国のアクションフィギュアシリーズは X 以外にも全部で6種類ですね。X を含めて全部で6種類発売されていて、真ん中からエクシード X、ティガ、ダイナ、ゼロ、銀河ですね。そして、それぞれにアーマーが付属しているという、同じような形でアーマーが付属していて、例えば銀河だとベムスターアーマー、ダイナだとゼットンアーマー、エクシード X はエレキングアーマーですね。それからティガだとベータスパークアーマー、そしてゼロだとウルティメイトゼロアーマーという形で、もう X 本編に登場したアーマーが全部こう全部商品化されているっていうことで、本当に中国のウルトラファンが羨ましいんですが、これパッケージのデザインもすごいいいですね。でもちろんこれ6種類集めればハイブリッドアーマーにすることもできるんで、この辺はね順にレビューしていきますので、ぜひねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。